皆さんこんにちは。今回はパントキックの蹴り方を沖縄 S ファウトップチームゴールキーパー原田力選手に解説していただきます。お願いします。パントキックは攻撃の起点になるキックですので、皆さんよく見て学びましょう。皆さんこんにちは、沖縄 S ファウの原田力です。今回はパントキックの解説をしていきます。自分で練習する時も参考にしながら見てください。今回はパントキックの中でも低くて速いライナーのボールを紹介していきます。ポイントは3つあります。1つ目はボールを置く位置です。2つ目はボールを足に当てるポイントです。3つ目は体の使い方です。それでは1つ目から解説していきます。1つ目のポイントのボールを置く位置ですが、僕は体より少し斜め前に置くように意識しています。なぜかというと、ここにあると体を持ってきた時にちょうど足とボールのところが合うので、すごく蹴りやすいからです。ボールを真横に置いてしまうと体、足が開きにくいのもあるので、ボールに対してパワーが伝わらず、ボールがあまり飛ばないことがあるので、僕は斜め前に置いています。あと置くイメージですが、たまに投げてこう投げてしまってボールと足が合わないということがあるので、できるだけ投げずボールの位置はそのまま落とす感じでやっています。一回蹴ってみます。二つ目のポイントは自分の足をボールのところに当てるかです。僕が意識しているのはボールのちょっと真ん中より気持ち下のところを当てるように意識しています。あまり上すぎるとボールが縦回転かかって手前に落ちてしまうことがあるので、ボールの中心よりちょっと下のところを擦るイメージで、こういうイメージで蹴っています。3つ目は体の使い方です。まずボールを蹴るときにパントキック以外にもしっかり軸足でまずしっかり足を踏み込むということと、蹴る際に体をしっかり倒しながら蹴ることを意識しています。そうすることによってボールにパワーが伝わって飛距離が伸びたりするので、参考にしてみてください。今回はパントキックの解説でした。今の時代ゴールキーパーには足元の技術が求められるようになりました。攻撃の第一歩としていい攻撃につながるように皆さんたくさん練習してください。
もしわからないことがあればコメント欄に質問しに来てください。この動画が良いと思ったら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。